ポチッとな。こんにちは、マイクです。今回はですね、私が自作したこちらのポータブル電源を使って電熱器でお湯を温めてコーヒーをいただくという動画にしてみました。それではですね、電源入れていきたいと思います。今消費電力ですね、497W ですね。実際の定格はですね、600W なんですけども、これで今最大になっています。さあこれでですね、はい、インバーターはインバーターは 1000W で、最大入力が 2000W になりますけども、まあ、効率とか考えると 800W ぐらいの能力なのかなっていうふうに思います。でバッテリーは ACデルコですね。デルコの 27MF。 それとですね、ポータブル電源は VYUAL というですね。それであと電力の測定器も一緒にかましてあります。でこちらはですね、電熱器ですね、すべて、まあ、アマゾンさんの方で購入しました。あ、もうお湯が沸いてますね。今現在は約3分ぐらいでお湯が沸くということですね。これをちょっと余熱で、これ余熱がありますので、オフにします。なりましたね。ヨーロピアンブレンドというものらしいですけど、また消えちゃいましたね。
な感じでですね、コーヒーを入れることができました。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。